令和3年7月、阿蘇市内の全小中学校の代表が参加し開催された魅力ある学級・学校づくりキャラクターサミット会議。この会議では魅力ある学級・学校づくりについて話し合い、学校や地域の活性化につなげようと、光れ阿蘇っ子のキャッチフレーズのほか、私たちは笑顔で元気に過ごし、声を掛け合い、知り合うことで児童・生徒同士、学校同士が絆を深めるという目標、さらにそれらを実現するために交流習慣を作り、人権スピーチや帰りの会などで意見を発表する行動目標が決まりました。今回は一宮中学校、一宮小学校の各取り組みについてご紹介します。